はい、皆さんこんばんは、ジョークです。今日のおつまみはこちら、スルメイカ。スルメイカとネギ、こちらの2つだけで作れる簡単なおつまみを紹介したいと思います。今日は半額129円激安です。今日のおつまみ作っていきますんで、よかったら参考にしてください。
カゴメシ、ハイボール。イカの綿を使ってね、簡単な味付けでイカゴメシ作りました。参考になったでしょうか。食べてみます。これはうまい。イカのね、味噌のね、風味が口の中に広がって食べが進みます。これはうまいですね。ネギとイカだけで簡単にできるおつまみ、イカゴロ焼きでした。イカ今安いんでね、スーパーで見かけたら買ってチャレンジしてみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。